はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのはテックエイジレビリオンというゲームですね。これはね、コロニーシミュレーションゲームですね。とあるね、帝国から船を盗んでそのまま脱出したと。そしてね、新たな新天地を見つけて、その民間人たちはその新天地でサバイバルするといったね、 SF チックなコロニーシミュレーションゲームですね。過去にもね、一度プレイしたことあるんですけども、どうやらたくさんアップデートがね加わったということで、個人的にはねこのゲームに期待してるので、またやろうかなと思いました。このゲームの最後でね、このゲーム買いか買いじゃないか本音トークをしますので、そちらもねお見逃しなく。それではニューゲームです。はい、ということでね、やっていきましょうかね。現在は1日目ということで、朝の7時でしょうかね。これがね、帝国軍から盗んだというね、船ですね。ここの地に不時着したよというのが我々10名ということですね。一応民間人ということなんだけど、これがね、結局帝国軍に対する反乱グループになるということらしいですね。ストーリーとしては何やら魅力的なんですけども。このゲームの特徴としてはマップがね、めちゃめちゃ広いんですよね。リムワールドなんかはね、近いゲームなんだけど、リムワールドよりもね、全然このマップ広いですね。面白そう。で、アップデートが加わったということで、例えばなんだけど、様々な種類の植物がね、見受けられますね。こんなの前回なかった。単純にね、一種類の木がね、いっぱい植わってたという感じですね。あとは石があって、石の中にも様々な、鉱物がありそうですね。コールとかアイアンがありましたね。砂漠地帯。そうかそうか。いやーすごいこう、緑豊かなね、土地になりましたね。ここはでも砂漠地帯だね。一番最初じゃあやるべきは、これが一応、この船にね、積まれていた物資のようなので、これを開けると、ね、オープン指示しときましょう。今んところまだよくわかんないんだけど、個人に対してのオーダーはできないみたいですね。今後できるのかもしれない。それがリサーチでできるんだと思うんだよね。リサーチはデスク作んなきゃいけないみたいだから。まあ、早々に、なんか作っときたいよね。そうだな、我々のコロニーここら辺に作ろうかね。あんまり遠いといけないし。アップルなんかもね、どっかに見たな、ここか。これがね、最も簡単に取れる食料だと思うんだよな。では、チョップしてここら辺のツリーをきれいにしちゃいましょう。アップルの木を切っちゃうのはもったいないからね。よしよしよし。あとはどういうことができるんだ？いろいろできそうなんだよな。プラント。そうかそうか。雑草みたいのをカットすることもできるのか。これやっとかないとね、建築難しくなっちゃうからやろうか。これは何？これは小麦だ。パン作れそうだな。いや、植物がいっぱいあるからね、なんか食料には困らなそうな印象なんだけど、わからない。そして先ほどのね、クレート、箱をねオープンしたらば、インゴットですね。鉄のインゴットが4つありましたと。プランクありますね。板ですね。そしてパンが、43個か。そしてこれは何の？シードですね。植物の種と。多分食料になりうる種なんでしょうね。これを畑で植えるといった感じでしょうか。ほうほうほう。いろんなものが取れてる。これは松ぼっくり的な？どういったところで活用するんだろう。どんぐりみたいのもあるけど。面白いね。なんかよりね、リムワールドっぽくなった。で、このゲームはね、リムワールドよりもね、実はね、ちょっと奥深いんですよ。それはね、何かっていうと、階段見て、右側ね、階段あるでしょ？要は、これ高低差もね、概念としてあるんですね。今はゼロレベルでしょ？下に行くこともできますよ。もっと下行くこともできますよ、みたいな感じで。どんどん下行けるみたいなんだよね。だから下もね、掘っていく。場合によっては地下にね、拠点を構えていくっていうこともできるみたいなんだよね。面白そうだよね。まあこのゲームはね、敵もいるみたいなので、ひょっとしたら地下にね、いろいろ掘っていくのがいいかもしれないけど、序盤は、まあ一応ね、地上に作ろうかな。よしと。あ、ちょっとこれ、ストックパイルね、離しといた方がいいかもしれないな。そうした場合はピッとね、こんな感じかな。2個ぐらい離しとくか。もうちょっとこっちだね。なんでかっていうとね、壁立てたいからね。あ、なんか色が違うんだけど。大丈夫かな、これ。
まあいいか。これとこれがちょっと種類が違うよっていう感じになっちゃったかな。ああ、そういうことか。ストックパイルもフィルタリングできるんだ。面白いな。そっかそっか。まずはまあ、ここにやってもらって、これは例えば木だけだよとかできるんでしょうね。ほら。そうしとこう。木、ウッド。ウッドはどれ？よくわからないけど。多分リソースだな。リソース。こっちをリソースにして、ね、こっちをリソースにして、こっちはもうパンパンになっちゃった。あー、これは大変だ。まあいいや、一通りこれでいいやね。なかなか難しい。チョップ引き続きやりましょう。カッティングしなきゃいけないよ。これでね。あとは人が余ってそうなので、マイニングも忘れなくと。これは石でしょ？これは何なの？ここ。深くてまだなんだかわかんないよっていう感じか。はい、コツコツコツっと。たまにね、サボってる人いるんだけど、多分これはもうしょうがないんだろうね。どん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 やってほしいんだけど。木は48個ログあるんだよね。そういうことか。プランクがね、ないんだ。ってことは、ワークベンチを作る必要があるな。3つぐらい作っとこうか。で、これでプランクに変えていくと。要はログはいっぱいあるんだけど、こっから加工してプランクはできてないということですね。石を持ってきました。石はここのね、ストックパイルの方にどん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 入るでしょうね。多分、ログなんかもこっちリソースとして入るだろうな。そしたらば、命令を出しましょう。プランクを作りたいよって言うから、じゃあプランク20個ぐらい、プランク10個でいいな。プランク10個ぐらいを常にね、作り続けるという命令にしておきましょうか。これでやるはず。これも全部そうなってるのかな？そうだね。全部で合計10個の在庫までは常に作り続けるよと言ってますね。おおお、いいねいいね。ポンポンポンと。で、このプランクはここに使われるんだよね。なのでみんながね、一生懸命ここに運んでくるという仕組みができましたと。はい。いいね。そしたらば、ログ、木で囲う？石でもいいんだけど。壁作ろうか。ね。ストーンでウォールを作りましょう。おいしょっと。おいしょっと。はい。入り口なんか決めとかなきゃいけないから、こっち入り口にしとこうかな。よいしょっと。そうかそうか、これ難しいな。ストーンカットしなきゃいけないんだ。今これ岩状態だね。じゃあまた、ベンチを作りましょう。ストーンカッティング。はい。ストーンカッティングを作ります。ストーンカッティングの材料としては、生のストーンとログとプランクと。問題ないですね。どん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 作れると思いますね。よしよしよし、頑張って頑張って。ストーンカッティングを作ったら常にストーンを、加工するという指示出しておこうかな。その前にね、もう少しストーンが必要そうだからやっちゃいましょう。はい、ストーンカッティング出来上がり、指示出しますよ。そうだな、常に10個ね、常に10個在庫を保持してくださいという感じにしておきましょう。足りなくなったら10個がね、作られていくという感じですね。で、これで、壁が作れるでしょう。あとは、ファーニチャー、家具で、ドアをつけようかな。ドア。おっと。ドアの原料はプランク5個だから問題ないですね。で、引き続きベッド。ね、ベッド重要だと思うんだよ。だから、ベッドをね、いくつか配置しましょう。1、2、3、4、5個。反対向いて、1、2、3、4、5。これで10個。で、住人がね、ハッピーになるといった感じだね。プランク4個とログが2個必要だと言ってますね。徐々に木が足りなくなっているので、チョップしていきましょう。どん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 木がなくなる心配はあるけど、まあいいでしょう。おいしょと。で、このゲームは植物に対しても年齢っていうのがあるから成長していくんだろうね、植物が。よしよしよし。ガン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 やってください。そしたらもう一つ部屋作ろうかな。ね。多分その方がいいはず。なんならここにくっつけて部屋作っちゃおうか。その方が効率いいよね。こうして、同じく石の壁ですね。石の壁を使って、こうだね。こうだね。こうしとこうか。で、ファーニチャーでドアを設置と。これでワークベンチなんかは室内にできたよね。うん。そしたらね、私やりたいのがあるの。その何かっていうと、早々にね、これですね。ライティングデスク、研究を始めたいんですよ。研究、こっちで始めよう。
いいね、いいね。研究ができないとこのゲームね、序盤何もできないんじゃないかと思うんだよね。あとは、せっかくなんで地下掘りましょう。地下はここから行きましょうね。いいね。ガンガン行きます。早送りもね、ちなみにできますね、こうやって。1日目、現在は16時30分ということで、夕方ですね。日は暮れないんでしょうか？このゲームはまだその夜になる概念はないのかな、グラフィック上。それとも突然夜になるんだっけな。確か突然夜になる気がしたな。ここのね、鉄もあるし、コールもあるし、これは何の植物だね。パープルフラワー。紫の植物って何だろうね。ティールフラワー。このテガンフラワーはいろんな種類があるんだ。そうなんだね。とにかくウィートとかがあればいいんじゃないのと思うんだけど。テイトって何だろうね、テイト。植物っぽいね。食べれそう。さあ、石がね、結構ね、壁作るの時間かかってます。これまだ？これはまだか？カットストーンが追いついてないよという感じですね。カットストーンもう一個、台を置いてもいいかもしれないね。カットストーンの台をじゃあ置きましょう。よいしょと、こっち向けて一個。とにかく余ってる人がいるから、これを効率よくね、回す作業が必要でしょうね。はい、カットストーン、カットストーン。これで二人、ダブルカットストーンですね。で、石自体がまた取れなくなるというね、慢性的な問題になるので、これでやりましょう。で、余ってる人がまたわちゃーと言って、こうね、石を取ってくるといった感じですね。カツ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 と。カツ、これはどうやって作るの？カットストーンで作るのね。カットストーン20個か。結構大変だ。おー、みんなこれに手取られてるんだけど大丈夫？優先度があるみたいだね。どこにそういうのが隠されてるんだろう。やっぱり研究じゃないとそこら辺のね、みんなのタスク管理ってできないんでしょうね。早くそういった研究解除したいけど。コツ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 と早送りでいこうか。ゴーゴーゴー。おっと、だんだん、背景がうっすらなんかこう暗くなってきたな。22時です。やった！だんだん暗くなるぞ。いいね。ちゃんとね、昼と夜概念があるっていうのはこういったね、ゲーム非常に重要ですよね。おおお、安全なんでしょうか。夜になるとゾンビが来るみたいな。なんかね、開発シーンを見るとスライムっぽいね、宇宙人っぽいやつがね、攻めてきてたからね、そういったこともあるんだろうね。はい、食べて、あ、やばい、パンがめちゃめちゃ減ってきてる。大丈夫か？それにしてもあれだよね、皆さん疲れてないのかな、眠くないのかな。スリープ 34%。まだ大丈夫そうだね。よし、これで地下にも行けるようになった。次回ね、地下掘っていこうかな。地下帝国を作るのも面白いかもしれないね。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。ここからはね、このゲーム、買いか買いじゃないか本音レビューですね。このゲームはね、まず Steam では売ってないんですね。売ってる場所っていうのが 1.io というプラットフォームで売ってますね。1.io っていうのはインディーゲームばかりがね、集まっている、ゲーミングプラットフォームなんだけど、このゲーム含めてね、なかなか挑戦的なタイトルがすごい揃ってるのね。で、このゲーム自体の価格は約1000円ということで、現状買いですかっていうと微妙です、正直ね。例えばね、同じようなタイプのリムワールドっていうゲームがあるんだけど、それが好きすぎて他のゲームもやりたいって言った場合はこのゲーム一つの候補に入るんじゃないでしょうかね。ただまだまだ開発段階にあるというのがここまで触ってみた感じですので、まあ続きやると思うんでね、それを見ながら、購入したい方判断してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは。